なんと11月25日に写真集を発売することが決まりました。イエーイ、パチ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 。嬉しい。早速予約してくださった方もいらっしゃって嬉しいです。初回限定特典、初回限定特典にはポスターがついてきます。4種類あるので皆さんゲットしてください。迷いますね、4種類どれか。そうなんです、ポスターつくんです。あ、ポスターコンプ目指します。嬉しい。お、予約したよって嬉しい。お、初めて写真集買う、嬉しい。そうなんです、国内、日本国内のいろんな場所で撮影してきました。地元滋賀でもしてきました。嬉しい。なんか一瞬ファンの皆さんが、ファンの皆さんに出すのかなって言われたことあって、で絶対バレたくないと思ってね、あの聞いていっぱい喜んでほしいと思ったから一緒に、だからしてませんって嘘ついたん、ごめんなさい。そう、ひまわり畑はね、ひまわり畑で撮りたいっていろんな時にとこで言ってたから、皆さんも喜んでくださってて嬉しい。お、熊のタワーありがとうございます。ヨッシーさん、このタコもですか。ケイちゃん、あ
ありがとうございます。ほんまにめっちゃ楽しくてね、今でも寝る前とかなんかふとした時にオフショット見るくらい楽しかったです。発売したらまた一緒に話しましょう。本当にしたらオフショットまた送りますね、メールで。本当にそうですね、本当に ずっと言ってたっていうか、生誕祭とかでね言わせていただいてたんで、でもほんまに初めて言った時は、初めて生誕祭で言った時は、出したいとは思ってたんですけど、やっと口にしていいんだっていうね自信がついた時で、でも19歳になってからは出したいって、ほんまに今の自分で出したいって思うようになりました。ファンの皆さんもね、いつもグラビアとか出させていただくたびに写真集出してほしいって言ってたんで、本当に嬉しいです。決まってなかったんですよ、本当にツイートした時は。ほんまにこのツイートか。しかもね、2019年10月18日なんですよ、あのツイートでツイートしたんはね。言ったんは生誕祭なんですけど、10月18日に改めてツイートして、ちょうど2年後。嬉しい。ちょうど1年。あ、2019年か。そうですね、ちょうど1年後です。嘘つきました。そうですね、髪短かった時です。ほんまに嬉しい。握手会の部数増え、ほんまに嘘。やったー、嬉しい。フルブスやー。
とうございます。やった、やった、嬉しい。あ、パチパチパチっていっぱい、ありがとうございます。そう、そうなんです。写真集もずっと夢だったんですけどね、握手会のフル部数もずっと4部になってから生誕祭とかで言ってたんですけど、でも今年の生誕祭ではちょっと半分諦めてしまってて嬉しい。嬉しい、もう自信なくなって諦めてたことが全部皆さんのおかげで叶っていきます。ありがとうございます。でもほんまに、そうですね、また戻らないようにっていうか、このままフルブスを保てるように頑張るんですけど、でもいっぱいの人に来ていただけたら一番嬉しいです。嬉しい。そう、写真集がほんまにフル部数も夢で、写真集も私の中で一番の夢だったんで嬉しい。写真集の写真集を得て、写真集で知ってくださった方とかね、会いに来てくださったら嬉しいですね。より、いや、ライブでもるーちゃんコメント多かったし、ライブの、ほんまにやりたいなって、いろんな写真集見て、あ、これやりたいとか、普通に写真集出したらこんなんやりたいなとか思ってたのをやらせていただいたんで、マネージャーさんに写真集をいっぱい借りました。ハッシュタグは上西レイ写真集ですね。
と今はどこまで言っていいんかわかんないんで何も言えないんですけど、ほんまに早く皆さんに見てほしいです。私も早く見たい、紙面になったの、本になったの見たい。いやほんまに、なんやろ、ほんまにいいです。そう、ほんまに、ほんまにあのね、喜んでくれました。あ、ミラーボールこっちか。すずはもうめっちゃ自分のことのように喜んでくれて、ほんまにかりんちゃんもしおりもめっちゃ喜んでくれてね。あーやんもこんなもん。りかちゃんはあの何でしたっけ、今回のツイートの写真とか今出てる写真とか見せるたびにめっちゃほんまに可愛いとか言ってくれて嬉しい。そうりかちゃんいつもねめっちゃ可愛いって言ってくれるから。大事故。ほんまに写真集ねトレンド入りしたいしたいけどできるかな。そうなんです今、いやほんまに、まあ、メールでも言ったんですけど、そうですね、本当にいっぱいの方に手に取っていただけたら一番嬉しいです。メールの取り方教えてください。メールの取り方、メールの取り方、あ、ジョニーシレイモバイルメールって検索したらきっと出てきます、一番上にぜひ。結構お安いのでぜひお試しでも買ってください。でもはい、そうですね、でもちょっと結構そうですね、モバイルメールはネガティブな私を見知れちゃうので覚悟してくれください。
でもね、まあ、浮き沈みが激しいんでめっちゃポジティブな時もあるんですよね。あ、可愛いって、ありがとうございます。そうなんです、姉妹揃って苦手、気にしいなんですかね。気に、全部真に受け止めるっていうか、全部受け止めちゃうみたいな。そうなんです。でもお姉ちゃんといたらお姉ちゃんが気にしすぎて私は逆にポジティブになりますね。そう、寝てた方もでも多いですよね昨日。いや、私はこの日をずっと楽しみに生きてました。早く言いたいって、ほんまに。爆睡でしたって。仕事中。そうやな。見ましたか？その前に私の写真集の公式ツイッターがあるんで、皆さん。皆さんフォローしてくれましたか？ギリギリではなく昼からメールは必要だね。でもそれやったら気づかれちゃうじゃないですか。ちょっとフォローお願いします。あ、見えないや。公式ツイッターあるんでフォローお願いします。で、公式のねツイッターの動画見ましたか？ちょっとドラマっぽかったね。見てください皆さん、これでどんな写真集かちょっと覗けます。そう、猫になってた。そう、制服めっちゃ華やかですよね。青いスカートでした。いいだから、インスタじゃなくて公式ツイッターなんですよね。その服、これ新しい服なんですよ。お店でね、このニットが緑色に見えて、ほんまに黄緑？緑に見えてね、可愛い系ので買ったんですけどね、実は茶色だったっていうオチでした。そうだから、そうなんです、だからこの前オンライン話し会でそう照明マジックお話し会で着た服とめっちゃ似てるんですけど、でもこれはニットが短めなんです。秋っぽい、嬉しい。そう、ベージュだ、緑に見えたんです。でも緑のねワンピースみたいなのをなんか買って、冬に届くやつを、まあその場のノリになった感じもあるんですけど、でも
でも新しい感じのリーダーは、あ、そう、メンバーから評判良かったやつ。茶色にしそうなんです。これは茶色なんですけどね。そう、照明、照明、光のぐらい。そう、滋賀県と、写真集は滋賀県と大阪と鹿児島で撮りました。そう、かりんちゃんはあの公式ツイッターの動画で、あの砂浜で寝転がってるのがめっちゃいいって言ってくれました。すごい面白いことしたんで、公式ツイッターで動画とか画像とか上がっていくと思うんで見てください早く見せたい。うん、はい。あ、制服のやつ好きって。すずには昨日あったんで、あの今日発表やから一番にツイートしてなって言いました。だから早かった。そう、あと蔦屋恵比寿橋さんもめっちゃ盛り上げてくださって嬉しい。めっちゃツイートした瞬間、発表された瞬間めっちゃツイートしてくださって。あれ止まってますか。復活した、お予約したよって。あ、今動き巻いたそうなんです。そう、タイトルはまだね未定なんで、まだ決まってないんですけど、発表されてないんですけど、楽しみにしててください。皆さんびっくりしてくれました。画質落ちたかも。あら、お、びっくりって。お、画質戻った、よし。びっくりってわー、お、よかった、びっくりしてくれてお、泣いたって、泣いたっていうツイートも見ました。めっちゃ嬉しい、そのぐらい一緒に喜んでくれて。イーダもなんか撮影してる時は全然実感わかへんかってんけど、あの帰り道とかに、あ、自分撮ってたんやって改めてなんか実感して、なんか写真しばらくそのオフショットとか見るたびにめっちゃもう嬉しくて一人で泣いてた。涙流して卵を産みましたよって、すごっ。
お話し会で見せてください、その卵。え、次の目標はあれ、さっきも言ったっけ、言ってないか、まあ、メールでも言ったんですけど、そうですね、嬉しい分、まあね、自分なんかがっていう、自分なんかがって言っちゃダメなんですけど、ね、いやほんまにびっくりするぐらいいっぱいの方に届く、手に取っていただくのが夢ですね。もう次の目標は、え、はい、写真集でも、まあ、写真集じゃない、お話し会でも、お話し会でほんまに言葉のおめでとうを待ってます。25日ね、あのライブもあるんで、そういっぱいね予約してくださって本当に嬉しいです。そう、つたや恵比寿橋店さんで私のコーナーを作っていただいたんで、作ってくださったんで、来月もあったらそこに写真集を並べるのが夢ですね。25日外れたって、多分次の握手会も多分出てるんですかね、ちょっと見てみます。あの私もね、ひまわりの画像をツイッターの、あのアイコンにしようと思ってたんですけど、公式ツイッターとめっちゃ丸かぶりし、いやツイートの写真も丸かぶりしちゃってね、私の方が後にツイートしたのに、もう早くツイートしたいっていう気持ちでいっぱいになってしまってかぶせてしまいました、すいません。お、明日13日から受付、お、明日から申し込み開始らしいです。はぜひこの機会に、初見さんもいたからね、ビギナーさんや、ぜひ待ってます、お話し会ちょうどね、うん、そんなそんな、ちょうどあの、あ、発売した後じゃないですかね、多分。あ、してないか、まだ。ぜひお話し会で感想を聞かせてください。一緒にね、こう2人しか写ってないんで、見ることもできるんで、お気に入りのページとか教えてください。発売した後や。お、じゃあぜひ。25日は、あ、じゃあ10月はやっぱ25日が最後ってことですね。じゃあ10月は25日に、多分仮装します。12月はサンタ、あの3年ぐらい愛用してるサンタコスなんですけど、お許しください。
最近知った、嬉しい、ありがとうございます。物持ち全然物持ち良くないんですよ。あの洗濯したら色が白いふわふわのとこにめっちゃ色ついちゃって、でもまあ写真じゃ分かんないんでお許しくださいいやでも握手会でもそれ着てたんですけどね。でも下のスカートの部分やからみんなに見えへん。お、次は12月12日。おお。12月はクリぼっち。じゃあクリぼっちにならないように、レイぼっち、レイ二人ぼっち、二人ぼっち。見えへん、何が、あ、見えへん、見えないんです。そう、そう、話し会はあのお仕事の合間とか、お仕事場からお仕事の服でとか、あと、あ、お出かけ今から友達と遊ぶのっていう前とか、ほんまにもうちょっとの時間でお話できるんで、どこからでもなんかすごい活用してくださってて、ファンの皆さん上手に時間を使ってて、お、今度大学からすることになるかも。めっちゃ面白いそれ、大学見てみたい。いいだ、なんかどんなんか、動物園から中継。ああ、そうなんです、もう冬なんですよ。すごいですね、早いな。イエスでした。今日は写真集についての配信でした。そうなんです、嬉しい、本当に、ほんまにめっちゃ笑った、笑った、うん、楽しかった、楽しかった、楽しかったって、楽しかったって言ったら自然に笑顔になるぐらい楽しかったあ、止まった、楽しかったしか言ってない気がするな今日。そうやな、表紙が決まったらその表紙をアイコンにします。したい、写真集のやつアイコンにしたい。
イベントやりたいですね。ほんまに青春、うん、難しい、なんなんやろほんまに、あっうんうんって見たら、あっこれれいちゃんの写真集やなってわかる多分。そう、青春がいっぱい詰まったって、そうなんです。かわいいね、ひまわりのも見たら、見ていただいたら多分わかるんですけど、ほんまにかわいい水着もたくさん着させていただいて、いやこれ、このせいでね、私この前携帯の画面割れたんですよね。苦労したところですか？苦労したところ。でもほんまに撮影もほんまに楽しかったからな。あ、そう、でも割れたんね、カバーなんで大丈夫、セーフ。ちょっとカバー外しますね。あ、来た来た、膝痛かったってめっちゃ来るんですけど、全然全然痛くないですよ。めっちゃ心配してくれますね。で、じゃあ本番のあれ、こっち、こっちがね割れて、でも今ちょっと何もそのカバー捨てちゃって、新しいカバー買いに行けてない。サイさん、え、あ、タワーありがとうございます。タワー、タワーほんまや、いっぱいありがとうございます。ちょっと見ますね。あ、やべっち、ありがとうございます。やべっち、カピー、クマありがとうございます。クマはまた違うってこと？ちょっと待って、ありがとうございます、いっぱいアイテム。タワー、ん、クマタワー体育の日限定だって、すごなん、あ、体育、あ、ほんまや、ハチマキしてる、すご
あの写真集の撮影っていうのがスケジュールに入った時に、もうゆきつんさんがめっちゃ喜んでくださって、でもお互い人見知りなんでそうなんです、喜んでくださって嬉しかったです。めっちゃ本当に緊張しちゃうんですよね。なんかゆきちゃんが話したいことあるんだってって言われてそしたらゆきつんさんがほんまに嬉しいって言ってくださって、嬉しかった嬉しかったです。ほんまにみんな喜んでくれて、それが一番嬉しい。そうなんです、あのね、次のシングルの特典にゆきつんさんの生写真がついてるのがあるんで、ゆきつんさんの生写真と、そして赤リップ B アイドルのあかりんさんのリップ、さよならピンク、めっちゃいいですよね。全部欲しい、ほんまに全部欲しい、絶対。めっちゃ嬉しいしか言ってないな、ほんまに語彙力、めっちゃ豪華ですよね。特典曲もめっちゃね、いい曲なんで、ほんまに耳に残るんですかね、残りやすくて、ちゃんとめっちゃいい曲。フリもあかりんさんっぽくて、あかりんさんのあかりんさんやっていう振りが入ってたり、撮影もね本当に楽しかった。今日のお洋服かわいい。今日はワンピースです。今日はねワンピースで、よいしょ、あほら短いんです、これベストっていうの、ちょっと分からへんけど、ちょまたちょっとまだダメ、写真撮っちゃダメですお話し会できます。そうでもお話し会も待ちきられへんくて来ちゃった。GB はめっちゃ可愛いのを買ったんで、あのなんかセットアップのズボンのやつはこの間来たんですけど、もう一つめっちゃ可愛いやつ買ったんで、ゲットしたんで、それを そうお話し会少しはダメなんですけどね、あの改めて SNS に載せるんで、ショールームのスクショの仕方ははい、ポーズを決めて、ショールームのスクショは画面もスクショしますここに手やったら暗くなる、あ、かわいいかわいい、
飛んでます。壁が飛んでる。白いかな。あ、白、壁が白いだけか。これ光じゃないんか。あ、光か。わあ、この前ね、あの生誕祭のまあちょっと前ぐらいにあのブブカさんの撮影があって、それでハンドクリームもらったんですよ。ハンドクリームをいただいて、あ、違う間違えた、嘘、忘れてください。今のめっちゃ間違えた、嘘、違う。普通にブブカさんの撮影の時に、最近ですね、そんな前じゃないや、8月、いや違う、9月とかかな。そう、ふぶかさん撮影の時にそう、ハンドクリームをいただいたって言ったっけ。そうなんです。ていかさかすやから、いや、てか逆さなんですよ。もうこれは治らへんの。どうしたら治る？治らんって。あ、ほんまに。最初びっくりしたって。え、最近めっちゃ乾燥やばいんですよ。顔やばい。もう、なん？化粧水塗るたびにめっちゃヒリヒリする。違うで、ケイちゃんはほんまに同じぐらいカサカサやから。いやー、ほんまに最近はほっぺの方が乾燥してる。ヒリヒリするし。あとね、これからまあリハも始まる、もう始まってるんですけどね、マスクしながらやらないといけないんで、そのマスクもね、大変。よいしょ。あ、ユニクロのマスクいいよ。え、なんか最近布マスクを探してたんで見てみます。それ、ありがとうございます。写真集、じゃあ2020年11月25日発売、ジョニシレイ写真集、皆さん見てくださいね。イエス。おし。エアリズムのマスク。ちょっと見てみますね。あ、ちょっと検索したんで後で見てきます。え、予約。はい、予約お願いします。予約始まってるんで。お父さんにはもうさりげなく、ほんまにこの前うなぎ食べに行ったぐらいの時に、写真集出すねんって言って、はい、そこで言いました。
1万人いきました、嬉しい。では1万人の皆さん、小西玲の写真集予約をお願いします。公式ツイッターにはすごい動画、いい動画が、いい動画って自分で言っていいんか分からんけど、はい、動画が載ってるんで、リカちゃんも絶賛してくれた動画、めっちゃほんまに私がめっちゃ笑ってるくないですか動画、ほんまにね楽しくてめっちゃ笑って笑って楽しそうな写真集だなって、ん?言うのが伝わる動画。はい、皆さんチェックよろしくお願いします。発売したらまた一緒にお話ししましょう。え、嬉しい、泣いたって。発売したらね、また写真集のお話とか、裏話っていうんですかとか、もっとお話ししたいなって思います。朝の4時に知った。いや、でも昨日は発表してからファンの皆さんの反応をずっと見てて、ギダも全然寝られへんかった。寝てましたって、そう、寝てるかなと思ったから、あのメール送ったんですけどね。でももうそのメールもめっちゃ遅かったから。あ、そう、 TikTok のね、 TikTok とかインスタとかいいねしてるから、それであの何時に寝たとかまだ起きてるとかめっちゃ話の人にバレちゃうんですよね。嘘や、発表してから来た、嘘、それは絶対嘘、嘘や、ほんまに人によって差があるんかな、時間の。2分前くらいにメール来た、めっちゃおもろいやん。マジか、いいねくれるの嬉しいって、やった。そう、たまに、ほんまにめっちゃたまにコメント返してますね。そうなんです、なんかすごい SNS とかのなんか数字とかめっちゃ気にしちゃうんで、すごいお世話になった、何でも話せる人がいるんですけど、あの先生なんですけどね、高校の時のすごい優しい。そうなんです、その人にどうしたらいいんですかねって相談したら、やっぱり反応は嬉しいってきたんで、あとそれとあのいろんな SNS とか見てコメントにいいねしてる貼る人を見つけて、あ、やってみようって自分も思ったら、自分もやってみたらね、喜んでくださったんでやってます。
そう、ちゃんとね全部読んでるんで。そうですね、インスタ全員にいいねして、全員っていうか、はい、コメントしてくださった方にいいねさせていただいてます。そうなんですよ、コメントめっちゃ増えてめっちゃ嬉しい。そう、たまに飲まれてるもん。それは別にあの無視してるとかじゃないんで。嘘やん、ちゃんと見てんねんけど、ちゃんといいねしてんねんけどな。そうやな、 TikTok の投稿気づいてない人いると思う。 TikTok 最近新しいの3つ更新したんで見てください。キュンですってやった。こんばんは。発売は2020年11月25日です。1125、ニコニコや、ニコニコ、お、ニコニコの日にニコニコになれる写真集を発売します。ニコニコになってください。え、いいニコニコの日、うわー、めっちゃいい日や。すごい、いいニコニコ、はい、じゃあ皆さん、いいニコニコの日まで、良い、いいニコニコのニコニコで過ごしてください。はい、以上ベイちゃんでした。ありがとうございます。タワーもいっぱい、嬉しい嬉しい、だけぬきぬき、ちょっと。はい、はい、時間ある、もう時間は、はい、時間はあるんでショールームします。ちょっと読みますね。13位、カイトくん、ありがとうございます。あれ、はい、ありがとうございます。12位、元気くん、ありがとうございます。11位、なおちゃん、ありがとうございます。10位、さとまる、ありがとうございます。9位、まるひげさん、ありがとうございます。8位、やべっちー、ありがとうございます。7位、たかひろさん、ありがとうございます。6位、中島よしーさん、ありがとうございます。5位、けいちゃん、ありがとうございます。ありがとう。4位、やっさん、ありがとうございます。3位、こうせいさん、ありがとうございます。2位、さとしー、ありがとうございます。1位、ガッシーさん、ありがとうございます。タワーもありがとうございます。ありがとうございます、本当に。はい、グッド、皆さんのおかげで写真集の夢もフルブスもなって、ほんまに幸せです今。
ありがとうございます。皆さん写真集絶対見てください。ありがとうございました。はい、次はね、近々23、24日ってライブもあるんで、いっぱいいろんなメンバーを見ていただけると思うんで見てくださいのね、生配信も配信もあるので、3公演とも10周年次世代、そしてあかりんさん卒業コンサートも、はい、配信もあるんで見てください。ありがとうございました。バイバーイ。あ、スクショタイムって言ってたな。はいはい顔の近くに置いたら光がなくなる。ほや、なんか、終わり。ありがとうございました。カニカニ。にゃん。にゃんにゃん。ワンワン。ありがとうございました。バイバーイ。さようなら。